問じゃなかった。チャンネル登録者5000人達成したら何かするんですか？5000人達成後の目標とかも聞きたいです。結論、彼女を作れます。え、無理。まあ冗談はさておき、まあ年内5000人突破したら、いや何しようかな本当に。マジで5000人ってね、節目だし、俺にとってはね、かなりでかいことだから、何かはしたいってね、思ってるんだけど、まあ、昔はね、チャンネル登録者1000人記念とかで、プレゼント企画やったな。これ多分知ってる人ね、少ないんじゃないかな。まあ、デュエプレイからね、ハイチャンネル知ったよって人はね、多分あんまり知らないと思うんだけど、アマギフとか、iTunes カードをね、視聴者さんに配ってたね、1000人記念では。まあ、なんだけど、1回くらいは、大会とか開いてみたいなって個人的に思ってて、ユハイなんてどうよ。ユハイ。ダサい。まあ、まずはね、5000人いかないと何も始まんないんでね。まずはチャンネル登録者5000人を目指して、まあ、ゆくゆくはね、チャンネル登録者1万人をね、目指していきたいと思ってますんでね。まあ、ユハイチャンネルとユハイリスナーも1年たくしょうよ。何かね、してほしいことがあれば、ぜひね、コメント欄とかでね、気軽に書いてください。まあ、5000人ね、いずれは行くと思うんでね。その時に皆さんの意見を、まあ、参考にしてね、何か開催したいと思いますんでね、ぜひ気軽に書いていただければなと思います。よっしゃ、一緒に達成するぞ。年内、チャンネル登録者5000人、うん、いや、本当にね、皆さんとチャンネル登録者ね、5000人達成したいのでね、ぜひチャンネル登録、未登録の方はね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最近本当にチャンネル登録者の伸びがすごい。本当に、ありがとうございます。はい、どうも皆さん、ゆはばんはゆはゆチャンネルのはいです。ということで、今回なんですけども、太陽王はガチです。使っていきたいと思います。いやー、今回はね、ソウルフェニックス、救済していこうと思うんですが、とあるね、視聴さんから、このようなね、DM をいただきました。ソウルフェニックスを持っていないプレイヤーのエアプデッキですが、ソウルフェニックスを救済しようと奮起しているゆはいさんが好きなので、考えました。良ければ使ってみてください。長くなってしまって申し訳ありません。いや、全然長くないよ。ユハイチャンネルの今後のライブと動画を楽しみに待っています。あと、登録者5000人応援しています。なんていい子なんだよ、本当に。ってことでね、今回ソウルフェニックス使っていくんですけども、レシピの方はね、少し改良させてはいただいたんですけれども、めちゃくちゃ強かったな、ソウルフェニックス。やっぱり持ってるものはね、一級品だったよ。うん、やっぱり輝きをね、話せていない、今の環境。バロスともそうだったんだよ。持ってるものは良かった。なんだけど、輝けなかった。だが、ユハイチャンネルは輝かせてみせました。じゃあ今回、太陽ソウルフェニックス、太陽のように輝かせてみせましょうか。まあ、今ね、暗黒王がね、輝いてるデュエプレ環境。誰も見たくないでしょ。太陽王が輝いてるデュープレ環境にね、ユハイチャンネルしましょうということでね、今回ソルフェニックス使っていきたいと思いますんでね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いしますということで、作者の方に行きましょう。行くぞ。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドがコートニー、そしてフェアリーライフ、さあ、GAE コートニーライフ、ボロシャック、バーディー&バディでね、始まったオープニングハンドなんですけども、さあ、お前たちサインを置いて、ターン終了と。やれば、こちらはスパーク置いて、まあ、2ターン目、ライフからの、まあ、ボロシャック、バディ&バディ出せていければね、かなり強いんですが、さあ、ここね、ここパルサーのヘミも引いたんで、結構、オンの実は太陽、ソウルフェニックスがね、落ちてったんで、次、ボロシャック、バディとかで、コッコルクヤとかをね、サーチしてくるのもね、なかなか強いんじゃないかなと、思いますが、最後ましょう、ボルシャック、バディ&バディ、そして、ね、ソウルフェニックスもトップオブドレックしてきたんで、ここ、ルピア出しながら、次、コッコパルサーの姫とかね、まあ、GAE ペガサスもコスト軽減をしながら出すことができるとさ、マイキーのペンチポックのペンツポックのパンツ、ちょっと何言ってかわかんないんで、地獄スカップ置いていきましょう、コッコルピア。そしてコッコパルサーの姫。さあね、次 GAE がね、3コストと2コストで織りなせるということで、直リンクできますよとさ、カチュア。いや、カチュアシュート、しかもペンチ入りと、なかなか、さあ、バグナボーン、ナチュラルボーンストライカーですね。さあ、バグナボーンが来たと。さあ、ここでマイキーのペンチ2枚構成。さあ、ダブルブレイクしてくるときに、なんと、ノー取りですよ。さあ、バグナボーン破壊されますが、次、ゼガヒでもね、まあ、価値を破壊しなきゃいけないので、ここは、ペガサス。
そして織りなすハーモニーは何なのかと皆さん言ったところで、この男進化ギャラクティポロティックス大量をソウルフェニックス、ここに転現してくると。さあここで価値は上から取っていきましょう。そして次インビンシブルパワー、これをね打つことができますと。あまりにも強いなこのインビンシブルパワーは。ブロンズアームドライブか、価値は2枚目、これがあまりにも強いんだわ。さあ価値はからまたまた来ました、バグラボーンストライカー、ナチュラルボーンですよこいつは。さあブロンズアームドライブ、さあマナーを加速しながらスピードアタッカーをね持っているので打点は足りているんですが、シールドトリガー発動、地獄スクラッパーとフェアリチャールド。さあここでマナー加速しながら地獄スクラッパーでマイキーのペンチとブロンズアームドライブ、これ全ジョリーなジョリーして、次番目をね全処理することができますと。まあここでねインビジブルパワー打ってもね良さそうなところなんですが、ここはね安全に行きましょう。盤面全処理して横展開しながらこれ次のターンインビジブルパワー打ち込むことによって、てかまだ打てねえのか、コートに以外ねえんだ、何を言ってんの俺は、コートに以外ないんだこの世界線なんですが、こうレオパルドゴッドリンクして、まあ、盤石のものとしていきましょうかね。ここはとりあえず盤面処理して、これすごいな、全部スピードアタック入ってるからな、これな普通に強すぎるわ。でもう一回次 GAE2 枚目で選択できないから、これめちゃくちゃ最強だぞ、ソウルフェニックスと GAE のコンボなんですけど、皆さん活目してくださいよ、トップ驚くコートニーなんですよ、これが主人公なんだわ。さあコートニー出していきましょう、インベンシブルパワー、すべてこワールドブレイクだよ、ワールドブレイク5枚ブレイク、そしてペガサス選択されないので勝ちかなと。さあフェアリーチャールドところで GAE でダイレクトアタック達成、ありがとうございました。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドがボルシャックバディ&バディ、そしてコートニーからのスクラッパーコートニー、ここパルサーの姫でね始まったオープニングハンドなんですけども、さあワンチャンパルサからの3ターン目バディで最速ソウルフェニックスの流れもね見えてはいるんですけども、まずそのプラン取っていきましょうか。さあここパルサーの姫で次ボルシャックバディでコッコリピアサーチしてきて GAE の可能性ですかね。さあ相手はねガントロマキシマスですよ。さあここはボルシャックバディ&バディを出しまして、コッコルピアをサーチしていくといったところで、さあカブトムシ狩りといきましょうか。まあ太陽ですからね、フェニックスですよこっちは、カブトムシにね負けるはずがないんですよぶっちゃけのところ。さあボルシャックバディ&バディを置きましていきましょう、コッコルピアで次のターンにレオパルドを出して光マナがね引くことができれば、てかまあレオパルドで GE 持ってこれるんで光マナは確保できますと。さあガントラぶん殴ってきますかね。さあガントラで殴ってくるときにですよ、ここでねトリガーをね引ければ何の問題もないんですが、引けずといったところで、さあガントラ2ブースト、これめちゃくちゃ強いよな、チートやわカブトムシ。さあトリガー発動でさ地獄スクラッパーで1枚目のカブトムシを取って、ポルシャックバディでもう一つのカブトムシを取っていくと。さあパルサーの姫、さあ置きましていきましょう、 GAE レオパルドの選択肢。さあレオパルドを出してペガサス持ってくるので GAE か光マナは確保できますと。でコートにも出すことによって7ターン目にパワーを打つことができるんで、ゴッドリンクから折りなしていきましょうか、どんどこどんとね。さあアナゴナイト、いやいなアナゴナイト強いんだめちゃくちゃ、いやこの詰め方尋常じゃないと思ったんですが、ここ盤面取ってきてくれましたね、ちょっと嬉しかったんですが、でもう一回スクラッパー引けとね心の底で思ってたんですけど、さすがにそこまでうまい設計はねえのでと。さあ GA2 枚目なんでさパルサー置いて、さあ GA ペガサスと、まあコートニーがいるんでもう光マナがあるようなもんなのか。さあゴッドリンクしましょうか、コートニー久々に使うからね、コートニーの恩恵忘れがち。さあここでまだまだ GAE ですね、で次のターンにインビジブルパワー打ち込んでいきましょうか。皆さんソウルフェニックスの手をね煩わせる必要性はないんじゃないかなと個人的には思ってますよ、カブトムシのときに皆さんやはりそうですよねと。さあジャックアルケリアス、ここでねコートニーがねお亡くなりになってしまうんですけども、さあ気合のごとくで、さあここでソウルフェニックス駆けつけてくる、コートニーがいなくなった、インビジルパワーも打てない、じゃあ俺を使えと盾からやってきてくれた救世主だね、これもうアンパンマンだよ、アンパンマンのごとくだねこれは。さあ山からも来てくれるこれだよ、これが我らが太陽王だ。さあ進化ギャラクティーボルテックスソウルフェニックス、コートニーがいないなら俺使ってくださいって先輩と、あざます、先輩一緒ついてきます。さあトリプルブレイク、さあトリガー発動でまたまたフェアリーチャイルドで、これはもう GA で詰めていきましょうか、まあ、ホーリースパークミューズルプールでもね打点は足りてるので、
詰めてって GAE ペガサスでダイレクトアタック対戦。ありがとうございました。はい、ってことで対戦の方ね、よろしくお願いします。とさあ、オープニングハンド、ここパルサーの姫、ボロシャック、バディアンドバディからのスパーク、そしてライフ、そしてコートニー。結構いいハンドだな。ヒマナが引ければ結構強いんじゃないかなと。パルサーバディからいけるので、さあ、おぼろかげろうですね、おもろ。さあ、ここ GAE なんでライフを置きながら行きましょう。ここパルサーの姫、やっぱりパルサーバディからのソウルフェニックスムーブ、これをね、やっぱり目指してやっていかないといけないんです。さあ、相手グレートメカオですね。さあ、ガントラの次はメカオですか。環境ガルドいきましょうね、本当に。もうソウルフェニックスガチだからね。環境的に勝ってこそなんですよ。さあ、ルピア引いたんで、ルピア置きながらボロシャック、バーディアンドバディ。そしてね、ここルピアもう一枚持ってくることができるので、めちゃくちゃ理想ムーブね、かますことができましたと。で、次、ペガサスでもいいですし、さあ、ガトリンガーからのガニスタ。タワムラーじゃねえ、エビワラーだぞと言わんばかりで、皆さん。これなんですよ。駆けつけてくれます。行きましょう。進化ギャラクティポロテックス、太陽王、ソウルフェニックス。ここに権限してくれと、さ、詰めていけ、トリプルブレッキング。これ強すぎるよな。4コスト1万3000、バンガード、ビーナサルセイントマザー、ファッツ来てくださいよ。マザーだかママだか知りませんがね。来てください、ピラミッドの朝、インチキ。インチキ、アザーつって、アザーさん、アザールつって、エデンアザールつって。さあ、ここでね、いやもう来てとは言ったもののあんま来てほしくなかった GA ペガサスが来ますが、まあ GA ペガサスじゃねえわ、ヴィーナサルセイントマザーが来ますが、こっちはね打点足りてるんですよね。次はもうコッコルピアコートニーで良さそうですね。これはペガサスで打点1というよりかはコロビナーとかでの負けをなくしたいので、コッコルピア、そして順風満帆妖精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 コートニー。さあ、これですよ。さあ、トリプルブレッキング。さあ、打点足りてるぜベイビーボンジュエルと行ったところで、ダイレクトアダック対戦。あ、どうした。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと言ったところで、さあ、オープニングハンドがコッコパルサーの姫、そしてボルシャック、バディ&バディとソウルフェニックス、そしてライフからのパルサー姫。ここはまあね、置きたくなかったけど、ソウルフェニックス置くしかなさそうですね。ソウルフェニックス置いて、2ターン目にパルサーバディ、コッコルピアサーチからのブロッドシャドロ。さあ、真夜中のシャドーボーイですね。さあ、コッコパルサー置いていきましょう。コッコパルサーの姫で、バディでルピアサーチして、まあコートにインビンシュールパワー。さあ、先人だからできたこと。さあ、オキオムトラップ、ゼロフェニ、暗黒王はメタれますが太陽王はメタれませんよといったところでしょうかね、これね。さあ、ルピア持ってきましたね。さあ、ボルシャック、バディ&バディでまたまたね、しっかりとコッコルピアを持ってきながら、次ルピアコートニーとかかな。ルピア出してコートニーからのインビンシブルパワー。まあ、ソウルフェニックスいなくてもね、この小粒のクリーチャーたち、まあ、小粒と言ってはね、失礼なんじゃないでしょうか。パワーを打てばね、もう大粒小粒ですからね。ちょっと何言ってるか分かんなかったんで、さあ、ジャミングビート。さあ、インビンシブルパワー、早くも目立ってきましたね。これソウルフェニックス目立かもしんないな、相手な。さあ、行きましょう、コートニー。さあ、虹輪で世界をね、繋げますからね。人と人を繋げます。さあ、ガーニスター。さあ、エビワラーじゃねえ、沢村だぞと言ったばかりでさ、コートニーがめちゃくちゃ繋がってきますが、ここはね、コートニー出さなくていいかな。次出して、インビンシルパワーと、行きたいところ、ああ、もうパワーがもうパワーだってみなぎってるわ。早く打ってくると、ユハイ。俺を頼むから、もう打ってくれ。太陽王の手はね、忘れささ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 さ、レオパルト、あれね、もう寝返ったな、あいつ。いや、レオパルト寝返っちゃったわ。じゃあ、打ち込むか。もう、打ち込むしかねえと。行きましょう、インビンシルパワー。レオパルト、一回分からせるか。太陽王の力をね、本当に。さあ、これ殴って。さあ、ライフですよ。めちゃくちゃトリガーライフ率高かったな、本当に。今回採用した試合。さあ、殴っていけと。いや、強すぎないか。インビンシブルパワーが強いのか、もしかしたらこれな。いや、フェアリチュアルド。あ、ライフ祭りだ。ライライライフのライ祭り。対して、あざした。はい、ってことでね、太陽王はガチいかがだったでしょうか。めちゃくちゃ楽しいデッキなんでね、ぜひとも皆さん使ってみてください。よろしければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。